それの説明に礼も会意も必要ない。まだ残暑も厳しい夜中に薄着で廃墟を歩き回れば、虫にも刺される、汚れた塵や埃も吸う、悪い菌ももらう。体調を崩す要素にはこと欠かない。5人に1人くらい寝込んだっておかしくない。そこへ霊に疲れたと思い込めば、精神的に参ってしまってしばらく休むくらいのことはあるだろう。マナブ君、また面白みのない解釈。だから合理的解釈だ。ミステリ犬はそういう部だよ。でも本格ミステリでも、実はあの人物が亡霊だったとか、犯人は魔女だったとかあるわけですし。そういうのは大多数のミステリが聖堂を歩いている時に稀にあるから許されるのであって、それを当たり前にすればミステリというジャンルのわけがわからなくなる。あくまで例外であり、正面から取り上げるものではない。部長の言い分はもっともですし、同じような解釈は私も話したんですけど、相談された手前、私のところで止めるわけにもいかなくて、クラスメートは相当気味悪がっていましたし。厄介だな。幽霊とか怪異とか、どうしてみんなそんなものを信じるんでしょうね。君が言うな。君が、要はそのクラスメートさんが納得し、気味悪さを解消できる合理的な解釈があればいいのでしょ。それを提示するのがミステリ犬らしい対応じゃないですか。例えばこういう論理はどうでしょう。心霊スポットに行ったから学校を休んでいるのではなく、学校を休むために心霊スポットに行った。逆説の発想か。その友人は週明けから学校を休みたい事情があった。しかしその事情を周りに知られたくない。例えば彼氏に振られて、そのショックでしばらく引きこもりたいけれど、そんなことで学校を休むのは恥ずかしいし、同情もされたくない。プレイ中のゲームがちょうどいいところに差し掛かっていて、学校を休んででも続けたいけど、ゲームに熱中しているのを知られるのはやはり恥ずかしい。いくつも考えられます。